こんにちは、粟田洋介です。今日は作品の終わらせ時を見極める方法についてお話ししたいと思います。完成したと思ってパッとやめてパッとサインして終わるっていうね、このタイミングを見極めるのって結構難しい時もあると思います。過去に私も終わらせ時っていうのにすごく迷っていた時期があって、まあそれは結構スランプの一部だったんですけど、終わらせるタイミングがわからないとなんか泥沼にはまってなんかもうズル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 って感じで結構辛かったのを覚えています。そのスランプっていうのは終わらせ時にズルズルいっただけじゃなくて、書いてる時に何度も何度も書いてはハマって書いてはハマってって感じで、そんな感じのスランプだったんですけど、それを抜け出すためにやったことが、作品が終わったっていうことをさっさと見極めてやめるっていうことができるようになったポイントにもなったので、この話をします。それはすごい簡単なことで、まあ一つが迷いを捨てるっていうこと、もう一つが執着しないということですね。まあその二つの言葉っていうのは今思いついたことなんですけど、その当時私が使った言葉は確かこれでいいやって感じ、常にこれでいいやって感じで自分に言い聞かせていました。これでいいやっていうのはこれで間違いない、これで行こうとかね、これで完璧だという意味です。これを続けていくうちに迷わなくなったし、執着もしなくなったんだと思います。まあ絵を描いている間中、自分を信じて、そしたら完成するので、そこでピタッとやめて、さらっとサインする、それが私の理想です。自分の作品が完成した時っていうのは、実は自分で完成したっていうのが見えてるんです。それなのになぜ見極められないかというと、迷ってしまうからなんだと思います。そして迷うということは習慣化します。これでいいのかな？もっと手を加えた方がいいのかな？そんな感じで。でもそういう時って終わりだって思ったら終わりなんです。だから私は終わりだと思ったらさっさとサインをしてやめます。ただ本当にもう少し手を加えた方がいい場合もあります。そんな時は自分でも完成だって思ってなくて、もう完成に近いんだけど、もうちょっと手を加えたらいいなと思うんだけど、どんな感じで手を加えようかっていうことに迷っているって感じですね。なのでちょこちょこ手を加えているうちに完成だってなる場合もあります。でもここで迷路にはまったようになってしまうと終わらないんですよね。とてもストレスフルです。そんな時って大体頭がすごい疲れてる時だったりします。疲れていてはいいアイデアも出ないし、終わりも見極められなかったりするかもしれませんよね。そんな時はちょっと休んで作品から距離を置いたりします。もしくは翌日以降に作品をちょっと見てみると、ちょっと簡単に手を加えただけで作品が仕上がってしまうなんて場合もあります。あとは作品が完成してるんだけど、その作品は自分があんまり気に入っていないという時があります。そんな時は自分の好きな感じになるまで直して変えて直して変えてってしちゃう場合もあったりします。最初に話したスランプの時、その時は結構それをやっていました。なのでね、何回も絵の具で塗りつぶしてまた描いて塗りつぶしてみたいなことをやっていました。でもね、いくらやっても気が晴れないんです。だからそれがスランプだったのかもしれませんけどね。執着するというのはそういうことです。私は完成したと思ったら、あんまり自分の好きな感じになってなかったとしてもやめてサインをします。なぜなら自分の好きじゃない作品が人気の作品になることが多いからです。逆に自分がすごい気に入った作品なのに誰からも喜ばれないってこともあったりします。でもそれでいいんです。なぜならそれがアートだからです。あとさっき自分の作品が完成した時は自分でそれが見えてるっていう話をしたんですけど、結構それは慣れもあると思います。私の場合たくさん書けば書くほどいろいろなことが見えてきて、それで上達もしてきたと思います。たくさん書けたっていうことはたくさん仕上げられたからです。仕上げたっていうのは完成させたっていうことで、完成を見極められないと完成にならないので、スランプ状態の時は一つの作品を引きずってるもんですから、たくさん書くことはできませんでした。なので迷わないで完成、気に入らなくても完成、そして次の絵を描く、そしてまた次の絵を描く、すると気づいたらすごいたくさん絵を描いていました。何枚描けばいいとか何年描けばいいとかそういう問題じゃなくて、私の場合無意識に楽しみながら描いていたら、知らないうちにいろいろなことが見えるようになってきたというわけです。でもまだまだこれからです。だからね、もっともっと書き続けて日々進歩していきたいと思っています。というわけで今日は作品の完成を見極める方法についてお話ししました。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。